はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、人のアドバイスを聞く姿勢がビジネスの成果にそのままつながるというお話です。かっこ、ちょっと辛口 <laughs> っていうお話ですかね。はい。えっ、ー、と、今日はですね、まあ、実録というか、あのー、実際に いいただいただご質問に対してえー、とまあ私が感じたことをですねまあそのまんまこう皆さんでねもしかしてそういうことを考えているタイプの人がいるかもしれないというふうに思いましてそれをちょっとねあの実際にあった話をベースに、えー、どう考えたらいいんでしょうっていうこと をお伝えしたいなというふうに思ってます。今のね、概要だけだとね、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、テーマは人のアドバイスを聞く姿勢がビジネスの成果にそのままつながるということです。ではね、本題に入っていきたいと思います。えー、っと、まあ、との発端はですね、まあ、ホームページの、まあ改善案を、まあ教えてほしいという、その内容が。 まあ、あのご質問いただいたただんですよで、えー、っと私の場合にはあの本気でねあの事業を変えたいとかビジネスを変えたいとかそういう方にはあの無,無料でね初回30分とかご相談を受けてたりとかしています、まあ、その人がどういうふうに変わっていくかの手助けになればいいと思っているからです。 ちなみに私ちゃんとお金普通にもらうと3万円以上です。その時間だったとしても。だけれども、あのー、本当にね、困っていて、自分では解決策が見つからないから、ということで。で、まあ、そういう人をね、救いたいなぁと思って、まあ、一応そういう窓口は用意してます。で、まあ、今回お問い合わせあった方は、まあ、よくある話なんですけれども、ホームページの改善。 どういうふうにしたらいいのかっていうことをアドバイスが欲しいっていうタイプの方だったんです。で、通常であればあの別に普通にこういうふうにしたらいいっていうのを私伝えるタイプなんですよ。通常であれば。だけれども、まあ、その方の、えー、と言葉遣いとか、あとはそのアドバイスを聞く 姿勢があれちょっとどうなのって思う言葉遣いをされている方だったのでこれはもしかして本当にアドバイスをしてしまうと割と辛口なアドバイスなななりそうだなっていうだいのがが予感でできたんですなぜならば、えー、と割とこう本質的なところの課題に手をつけようとしないで表面の小手先が どうにかなればいいなというふうに感じているタイプの人だと思ったからなんです。で、あのー、結局、まあ、困ってる点っていうのが、えー、とホームページを見てくださいっていうことで拝見させていただいてすぐに分かったのが、あのー、自分の都合が最優先されているホームページだったんです。 つまり習いたい人が知りたいことというよりは自分が都合がいいように情報を出してるっていう感じです。例えばすごく当たり前なところで言うと例えば先生ってどんな人って知りたいじゃないですか。で、例えばその先生って顔が全く出てない先生と 出てる先生だったら、どっちの方を信頼しますかって言ったら、出てる先生の方が信頼されます。で、出、出してない理由っていうのは、プライバシーが、えー、出ると嫌だからですっていう理由なんですけど、ここですでに覚悟が変わるじゃないですか。お仕事でやっていって、まあ人からお金を預かってっていう、その一番最初のファーストインプレッションが、 どういう人間か分からない人にお金を預けるっていうことは、まあ、じゃあその人は、顔も分かんない人にお金を預けるんですかって言いたい感じなんですよ。自分のプライバシーを守りたいから。いや、気持ちは分かりますよ。だったら、顔出しなしで全部やっていくっていう運用を考えたらいいと思うんですよね。だから、ホームページ見られてません。えー、引き合いも来ませんっていうふうに言われたので、 まず見られる仮にたどり着いたとしても魅力的なページになってないのは自分の都合が最優先されててるる書き方になっているからです生徒さんの声も載ってない生徒さんがどういうふうにその先生と楽しくねできてるのかっていうことも書いていないで理由は生徒さんのプライバシーもあって載せるのを嫌がるからですっていうことなんだけど。 じゃあ、そういう情報が全くなくて、その先生にどうして習うっていうことを判断できるのかって難しくないですかあ、この人がこういうふうになるんだったら、この先生いいなって大体思うじゃないですか。その事例もないんですよ。だから、あの、変な話、信憑性が全くないんですよね。データとして、例えば、 あのこういうことを私はやりましたっていうのはいくらでもウェブサイトなんて書けるんですよ。だけどそれを信頼に足るような証拠的な他人の声とかそれこそ実態が本当にあるかないかすらわからない顔も載ってないとかっていう状態だとまず信じることができないページなのでまぐれで人がたどり着いたとしても多分。 信じてもらえなないページなんですよねでさらに言うとそのページにたどり着くための、えー、いろいろな工夫って当然しないといけないわけですよキーワード対策とか SEO 対策と呼ばれるどういう言葉で人が探すであろうかっていう言葉が埋め込まれてる必要があるんですけれどもその言葉がきちんと埋め込まれていないんですよね。 だから、その誰をターゲットにしてどういう人に来てもらいたいのかっていうことが明確に書かれてないんですよ。一応、書いてあるんですよ。これ、これ、こういう人がこういうふうになります、こういうあっと実績ありますって書いてあるんですけれども、その実績に足るような証拠が全然出てないんですよ。だから 下手すると勝手に自分で書いてるだけですよねに見えちゃうっていうページの作りになってるんですよね。でさらにそのご相談をくださった方っていうのはかつて、えっ、ー、と、他の方からもアドバイス、ホームページ改善のアドバイスを受けて修正してるということも事前情報で書いてあるんですけれども あの私からするとどんな人にどういうふうに聞いたのか分かりませんが2回修正してこの程度ですかっていう感じのページだったんですよだから誰に相談したんだろうっていうふうに思ったりしましたでじゃあ、ね、本気で改善するのであればっていうことで考えたときにまずそのお客様の立場になって 来たいようなホームページにした方がいいっていうことをアドバイスを考えた時に私これは嫌ですこれもやりたくないですこういう事情ですとかものすごいご自身の事情をまず優先されるんですよねだそうすると結局お仕事ってどういうふうに捉えてますかっていう仕事に向かう姿勢をまあ結局伝える羽目になっちゃうんですよ なので、私があのお伝えしたのが、まあ、本当の本文の話を書く前にですね、えーっとその、ただのページの中身だけの問題じゃなくて、お客様に向き合う姿勢が変わらない限り、ページが変わらないから、 それとセットで多分伝えないといけないと思ったんでマインドの話もしちゃうことになると思いますっていうことと少し内容辛口になると思いますっていうふうにお伝えしたらあのマインドの話とかビジネスの姿勢の話はいりません改善案だけ教えてください えー、辛口とか言われると心が病みそうで考えますとかいう話を言われるわけですよそうすると私的にはそんなに気を使いながらですねなぜ無料で、えー、その方のページを診断してコメント出してあげなきゃいけないんでしょうっていう話、まあ、お金をもらっても嫌なんですけどねあのそのタイプの方はなぜならばやらないって分かってるからです。えー、自分は これは欲しいけれども私改善案は考え方と一緒ですよっていうことを伝えてるんだけれども自分のその姿勢は批判しないでくれって先に言うし心が病むかもしれないって先に私に防波堤的なくさびを打ってくるわけですよねいやそんな人に私がなんで一生懸命言葉を選びながら無料でアドバイスしないといけないんですかっていうことですこれはお金を欲しいから言ってるわけじゃなくて 人の話を聞こうっていう姿勢がなってないんですよね。無料とか有料とかじゃなくて。結局、アドバイスを聞くっていうことは変わるっていうことを覚悟しないと変わらないんですよ。だから変わらないってことを決めてる人にするアドバイスほど無駄なものないと思っていて、まあそれこそ奴隷に腕押し的な、ぬかに釘的な感じですよ。 だから人にアドバイスを求めるんだったらそれを聞いてありだよねって思えたら変わりますっていう受け入れる姿勢を持ってアドバイスって聞かないと意味がないんですよね。自分に都合がいいところだけ取り入れようってやるから今の状態になっちゃってるっていう今の自分を作ってるのが過去の自分の姿勢だっていうことを理解しないといけないんですよ。 集客ができてないのであれば、過去の自分の姿勢と体制が今の集客できてない自分を作ってるんですよ。で最近すごくよく感じるのがあの、ビジネスの小手先的なこととか、じゃあ例えばホームページだったらここ直したらいいよっていう小手先的なことを聞きたがるタイプの人多いんですけど、あの、心根ってその人がどういうつもりで、 お客様に向かうかっていう姿勢が全部一文一句デザインから何からビジネスを構築していく姿勢に全て出てしまうんですよだからマインドと一緒に調整しないといけないからこの方の場合にはあのそんなに言葉を選びながらお伝え心がね傷つくって言ってる人にするアドバイスはありませんっていうことでお返ししたんですけれどもねアドバイスをしないっていう形で。 まあそれで今、ここでね、あのどうしてアドバイスをしないのかっていうことをお伝えしてるんですけど、なぜならば、聞く姿勢がない人に伝える言葉がないということなんです。だから、あのまあ、その方の事情っていうのは、あのこれもまた60代とかの方、この方はまあ何歳だかよくわかりませんけど、年齢上の方がよく発する言葉なんですけれども、 あのそんなに稼ぐつもりりはありません、えー、家庭が困らない程度にちょっとできればいいんですっていうその程度でやってる方なのに集客どうしようかなって考えるんですよ。いや世の中にはその同じ職業ですごく一生懸命やっていて生徒さんのことも考えて自分のリスクを取ってやってる人山ほどいるのでその人とウェブ上で張り合っちゃうことになっちゃうんですよ。 ホームページ改善してどうにかしようと思うんだったら。だから、姿勢がなってないんですよ。そもそも。いいじゃないですか。片手間にやって、細々と続いてるんだったら、その細々とが耐えるギリギリまで細々とやったらいいんですよ。その改善ができる人っていうのは、チャレンジする人だけなんですよ。覚悟ができる人なだけなんですよ。だから、あのよく昔は良かったとか、 すすごく長く長続いてますそれが10年とか20年の先生であまりやってこなかった、まあの紹介が多いとかねそれはそれで素晴らしいことなんですけどそれ以上のリスクを取ってこなかったのにどう,どうにかしようっていうのを小手先で済まそうっていうタイプの人が最近多いですはっきり言うけど。あのそういういなんか ご相談を受けるたびにいつも思いますはいあのなんでそんなに都合よく考えるんだろうって世の中の状況って今どちらかというと景気的には悪い方向に向かってるんですよでいろんな職業が淘汰されていってるんですよその中で選ばれる自分になるほど自分って努力してるんですかという状態において これは聞きたくない、これはやりたくない、でも改善案は知りたい、確保、たぶんやりませんけど、みたいな姿勢の人に、どうして私、わざわざ貴重な時間使ってアドバイスしないといけないんでしょうっていう、<laughs> そういう感じです。だから私は、有料とか無料とかそういうことに言ってるんじゃなくて、やってくれるっていう人は伸ばしてあげたいから、ただでもいろんなことを伝えますよ、私。 だけれどもそもそも私ここまでしかやりませんって宣言しちゃってる人に改善案言ったってどうせやらないでしょって思ったら伝えるだけ無駄なんですよね時間がはいだから私伝えないっていうことにしましたでしかもそういう人に限ってその無料っていうものにすごく飛びついて、えー、無料で話を聞けるところすごいジプシーのように次から次へといろんな人の話を聞いて余計わけわかんなくなるっていうタイプの人も多いのも事実です 年齢名指しでで言うと60代付近ですアラシックスっていうんでしょうか57から63のこの辺りの人々でこの結構頑固な感じで、あのー、自分の都合を最優先してあんまり働くつもりはそんなないんですけどもちょっと集客できたらいいんですっていう割と甘い考えの方が多い年代です。はい はっきり言います <laughs> それはそういう無料相談に来る方たちの年齢層がそのシリーズが多いからです。あのすみませんけれどもですね世の中30代とか40代とかで仕事でバリバリやっていてもうまく集客できないタイプの人とかもいるんですよ。その人たちと張り合うことになっちゃうのにその勢いって難しいんですよ。だから あの、人の話を聞く耳をもともと持たないのであれば、あの、どうぞ自分で好きなようにやってくださいっていうのが私のアドバイスです。はい。あの、そもそもだから人に話を聞こうっていう姿勢になってないっていうことなんですよ。だから、ちょっと、あの、何人か続いて、そろそろいい加減にちょっと言っておきたいかなって <laughs> 思って今日はね、そんな話をさせていただきました。 でまあ、最後の救いっていうわけじゃないんですけど逆の話をすると人のアドバイスを聞く耳を持っている人ってめちゃくちゃゃくビジネスの成果が出るんですよそれこそあの私、ちょっと前の違う時にねお伝えして1時間だけセッションした方がいらっしゃるんですその方のね課題を全部ホームページから何か,から診断してまあ、その人がどういうふうに思ってやってるのかも含めて。 で、とにかく忙しくって、目が回るような状態で、じゃあそこを改善するには、こういう方法で、こういう方法でっていうのを、バーっとお伝えしました。ものすごいちゃんと真剣にメモを取って、翌日からすぐに行動に移して、で、えー、約1年後です。お会いした時に、あの時のお礼が言いたくてって言って、あそこのからアドバイスもらって、500万円、売り上げが上がりましたって言われて。1時間のアドバイスって500万円ですよ。 すすすすごごくないいででか実行能力がすごいですよだからその稼がなくてもいいっていう人は中途半端に自分の欲とその内容をね天秤にかけながらやっていくからそういう人ってアドバイスやんないから受けなくてもいいんですよ。だってその前に例えば今回の方で言うと2人の方からやって改善をしてるのに変わんないじゃないですか。 その程度の案なのか、もっとちゃんと言ったことを言ってくれてるのに、やらなかったか、どっちかなんですよね、多分。私からすると、あのえ、これ改善した後なんですかっていう内容だったんです。はいあの。細かいことはね、言いませんけれども。だから、あの本気で自分がアドバイスを受けたかったら、受けたアドバイスを本気で聞いて、 どれを実行してどれを実行しないかをその方にきちんと伝えてその理由も含めてですよそしてやるだけど普通は一旦全部受け入れて全部やるんですよその上で改善するっていうのが本来の姿ですちなみに私はアドバイスを受けた人それがコンサルタントとか そういったものに知見がある人で、私のためを持って言ってくれている人、厳しい言葉だってちゃんと全部聞きます。その上で、全部一旦実行して、その後うまくいかなかったんですけど、どこが間違ってたんでしょうかって、やった上で聞きに行く人なんですよ、私はね。だからやる前から、私はこうでこういうところからやりたくないです、やんないですっていう人に、私一体どういうアドバイスしたらいいんですかっていう、そんな感じです。 なので、夢夢先ほど言った年齢層の方で、あの、私にアドバイスを聞きたいと思う方は、まず、一旦は話を聞くっていう耳を持ってください。あの、自分はこうですからって変わるつもりがない人に、私、アドバイスするつもりありませんので、<laughs> それをね、ちょっとね、今日はね、言おうかなと思って、若干辛口、あの、若干ちょっと勢いがある感じの動画になりましたけれども、 もう一度言いますけれども今うまくいってないという状況になっている場合には必ず過去の自分がその因果をちゃんと積んでるっていうことを自覚した方がいいです。はい、これは私私自自身身ももそううです私自身もうまくいかなかなった時に あ、こういうことやってたからだなって、数ヶ月後に理由と事情が分かって改善をしたことがある経験があるから、その時に分かんないこととかもあるんですけれども、後で必ずその原因積んでるのは絶対自分です。はい。それを理解をして、改善をしたいと思うのであれば、アドバイスを受ける人の話は素直に聞くっていう意味は持った方がいいんじゃないでしょうか。というお話を今日は ちょっとさせていただきました。はいあの。心当たりがある方は反省するもよし、ちょっともうこんな話聞きたくないよっていう方は、あのもう聞かないようにしていただいて大丈夫です。ちょいちょいこういう話たまに私しますのでね。はい。ということで本日は締めたいと思います。お疲れ様でした。それでは。